皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2020やっていきましょう。ではなくて2021の話やっていきましょう。ということで今回はまあリーク情報と言っていいのか分かりませんが、まあ冒頭の方にもお知らせというかまあメッセージの方を出しているので、まあこの後ね見ていただく方はまあそれをね踏まえて見ていると思いますが、まあ改めて言うと、これはまあリーク情報なのか、まあガセなのか、まあフェイク画像なのか、まあいろいろね賛否両論ありそうな画像なんですけどもね、今回動画にしていこうと思います。はい。まあなんで動画にするかっていうのは冒頭でも一応まあ多分書いていたとは思いますが、この情報を出さないとまあね、後々ねコメントの方にこれは本当ですかとかね、まあ DM とかもたまに来るんですよ。まあこれ本当なんですかとか、はい。まあそういうのがよく来るので、まあ先に動画出しておかないとね、まあそう、まあちょっと疑ってしまう方もね、いるみたいなので、その辺は動画にしていこうと思います。はい。で、今回動画はこちらですね。レアルとバルサの画像。ゲームプランですかね、そちらの画像なんですけども、こんな感じになるみたいです。一応右下にペス2021とは書かれています。はい、コントローラーはちなみに黒を使ってるみたいです、この人は。はい。まあツッコミどころはね相変わらず多いんですけど、どこから突っ込んでいいか分かりません。まずはですね、画像がまあ全く統一されていないのと、あとレアルのライセンスはどうなんですかというところでしょうかね。あとはそうですね、これ2020であれば総合値とかもまあ表示されると思うんですけど、これ多分表示されてなくて背番号が表示されてると思うんですけども、まあこれはないんじゃないかなとは思ったりもしますね。はい。まあそもそも2021に関してはまだね、発売されるとかまあそういう情報一切出ていないので、まあこの方がどこでこの画像を撮っているか分かりませんけど、まあ一般家庭であればまず間違いなくありえないので、まあ厳しいとは思います。で、制作段階でこの画像をねまあ撮ってアップするって多分基本的には考えられないので、まあその辺もちょっと厳しいんじゃないかなと思いますね。はい。まあただ画質が荒いので正確にちょっと読み取ることはできませんが、まあこんな感じとなっています。ちなみにベンチメンバーの数見ていただくと分かると思うんですけど、なぜかレアルは7人、そしてバルサは6人です。まあこんなね、めちゃくちゃなねフォーメーションはないと思うので、まあ完全にガセだとは思います。ちなみにまあこの画像がまあもし正しいとするのであれば、まあベンチメンバーと、そうですね、右の方に書いているなんかマークみたいなの、その位置が2020からと逆になるみたいですね。はい。まあこう来るのであればの話ですか。まあそんな感じになるみたいです。はい。まあただ毎作なんかレアルはライセンスが取れるだのって結構言われると思うんですがね、毎作来ませんね。まあおそらくないとは思われます。はい。ということで今回は2021のまあリークではないですがガセ情報を紹介していきました。いかがだったでしょうか。まあレアルがねライセンス取れるのは嬉しいとこですが、まあガセ情報だと思うので、まあその辺はあまり気にしなくていいと思います。おそらくツイッターの方にこの画像がね出回ると思います。そろそろね気にしなくていい情報なのでその辺はご注意ください。ちなみにこの画像の背景何なんでしょうね。ちょっと見えないけどぼんやりなんかよくわからない建物があるように見えます。はい。ただよくわかりません。2021のね情報もそろそろまあ出てくる時期にね、まあもう6月ということでなってくると思うので、またね、そういう情報がありましたら動画作っていこうと思います。そういう情報がね気になるという方はチャンネル登録していただいて、また見ていただければと思います。合わせて高評価は別にいらないな。こういうまあ大したね動画ではないので高評価は別に大丈夫です。Twitter のフォローなどもねぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。